アンカラスポルクリビューは、トルコ共和国の首都アンカラを本拠地とするサッカークラブである。旧称はオスマンルスポル。1978年に、アンカラベレディエスポル SK として創設された。その後、1994年に、アンカラビュークシェヒルベレディエスポル SK。1998年に、ビュークシェヒルベレディエアンカラスポルクリビュー。2005年に、アンカラスポルへと改称された。 2003から04シーズンの TFF1 リグで3位になり、スユペルリグ初昇格を決めた。2009年8月、アンカラスポル名誉会長の息子アフメトギョクチェキがアンカラギュジュの新会長に就任した。しかし、トルコサッカー連盟はリーグの公平性や競争性の観点からこれを問題視し、9月15日、アンカラスポルの強制降格の裁定を下した。 2009から10シーズンの成績は、すべて0から3の不先輩とされた。その後、2012から13シーズンまでの間は、リーグ戦に登録されていない。2013から14シーズンは、TFF1、リーグで4位になったが、昇格プレイオフ準決勝で、同5位のサムスンスポルに敗れた。2014年夏、アンカラスポルから、オスマンルスポルに解消した。 2014から15シーズンは TFF1 リグを2位で終え、スユペルリグに昇格した。2020年9月8日、かつての名称であるアンカラスポールに解消した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。